千葉交通株式会社は千葉県成田市、富里市を中心とした千葉県北東部で路線バス事業。京成電鉄完全子会社であり、京成グループの企業である。当初は、青州電気軌道と称して、路面電車を後には成田鉄道と解消して、鉄道路線の運営を行っていたこともあった。路面電車については、青州電気軌道。 鉄道路線については、成田鉄道タコ線、成田鉄道八街線の項目を参照。100周年記念ボンネットバス詳細は、各営業所記事を参照のこと。高速バス福島、郡山成田空港高速バス、ON ライナー号運行経路等詳細については、当該記事を参照のこと。内は共同運行会社。運行経路、朝昼と路線沿革とネライナー号運行経路。 オミガワルート、サワラルートオミガワ、サワラルート過去の運行経路バス停新設のみの場合は除く。オミガワルートオミガワ、サワラルート、サワラルート路線遠隔一般路線では、日野自動車製の車両が多く導入されており、三菱不走製の車両も中型車を中心に在籍している。かつては、いすゞ自動車製の中型車ジャーニー系も導入されていた。高速路線車。 貸切車は三菱不創性が多く導入されている。日野車は以前は少数派であったが、近年ではセレガの導入も進められている。高速路線車と貸切車ではイスズ車は導入されていない。また、日産ディーゼル車については、妖怪千葉市コミュニティバスとして RN が導入されたのみで、それ以外での導入例はない。近年では、成田営業所に、 一般路線用の新車を大量に導入し、新車導入によって押し出された既存車を、タコ営業所や調子営業所に転属させるのが恒例となっている。高速路線車は、成田営業所、調子営業所ともに新車が直接導入されている。路線車のカラーリングは、2000年以降は白地に、水色とコニー色が基本的な組み合わせである。 調子地区で使用されている小型車では水色をベースに、青色で波を表現した模様とイルカのイラストが入る、塗装が採用されている。1993から1999年式車は、アイボリーベースに赤を基調とした、カラーパターンで側面に、千ババスラインズと表記されているカラーリングを採用していた。しかし、このカラーリングは、補修面の問題からその後は使用されず、 順次原行塗装に変更された。カラーパターンタイプで残った車両も順次置き換えが進み、現在では見られなくなった。また、1991年以前の塗装は銀色を、ベースに赤いラインを入れ、車体下部を紺色とするカラーリングを採用していた。銀色ベースのカラーリングの車両は順次、カラーパターンタイプもしくは白地に、水色と紺色の原行塗装に塗り替えられたが、 一部車両では廃車まで銀色ベースのカラーリングを維持していたものもあった。2018年には創立110周年を記念し、リバイバルカラーとして銀色ベースのカラーリングの新車が3台登場した。現行高速バスのカラーリングは路線車と同様し路地に水色と紺色のカラーリングを採用しているが、デザインは路線車と異なっている。側面には航空機、 または2頭のイルカのイラストが添えられ、空港路線に投入される車両は、エアポートエクスプレス、空港路線以外の高速路線車では、千葉骨と表記されている。2007年からは、新しい形成グループ共通デザインが採用されているが、イラストと車体表記は先述したものと同じである。以前は、形成バスなどと同じく、白地に、 朱色と青帯の形成グループ共通デザインを採用していた。貸し切り車は高速路線車と同様、2007年からは新しい形成グループ共通デザインが採用されている。高速路線車のようなイラストはなく、車体表記は千葉コッツである。2007年以前は白地に朱色と青帯の形成グループ共通デザインを採用していた。成田空港リムジンでは当初共同運行の 相手会社に合わせた塗装を、ON ライナーマロニーアザレアメープルで採用していたが、共同運行路線が増えたため現在は中止している。かつて運行されていた JR 成田駅成田、全日空ホテルホテルマロード館の路線に用いる、専用車はクリーム色ベースにカラフルなダイヤをデザインし、シャトルバスの文字が入る専用カラーであった。成田空港横芝館海岸を結ぶ、 空港シャトルバスでは、初代車両では、沿線市町村、芝山町、松尾町、蓮沼村、の花やシンボルが入る、カラーリング。2代目車両では、沿線市町村のイメージキャラクターが入るラッピングが、施されている、京成成田駅、イオンモール成田間を結ぶ路線に使用されている、車両は、イオンのイメージカラーである、赤紫色の塗装が施されている。千葉交通の車両は、 登録番号とは別に車番をつけて管理している。一般路線車、高速路線車の車番は、11から01のような4桁の数字となっている。数字の詳細は、以下の通りである。1桁目所属営業所を示す。1成田営業所の一般路線車、2現在不使用、3タコ営業所、4不使用、5銚子営業所、6銚子営業所朝日車庫、7現在不使用。 8現在不使用、旧成田営業所の高速路線車、2桁目年式を示す。西暦の下1桁を使用している。3桁目車両ごとの固有番号、一般路線車と高速路線車で分けられている。また、下2桁の42は欠番となっている。かつては下2桁の49も欠番であったが、2017年に、 17から49号車が登場したため、現在は欠番ではなくなっている。以上の法則により、11から01号車は、成田営業所の一般路線車で、XXX 一年式の01号車ということになる。この車番は、車両の転属時に変更されるが、車両によって一桁目のみが変更される場合と、固有番号を含めてべて変更される場合がある。また、 貸し切りの車番は N201 のように1桁目にアルファベットを入れている。N は成田営業所所属を示す。かつて銚子営業所に貸し切りの所属があった時代には銚子営業所所属を示す C が使用されていた。2桁目以降は一般路線車、高速路線車と同じである。特定輸送用の車両は T12 から215のように所属営業所を示す一桁目の数字の前に T が入り、固有番号が3桁となる車両も存在している。1999年頃までは、日の自動車製の一般路線車で、車番の重複を防ぐ目的から H11 から73のように、所属営業所を示す一桁目の数字の前に H を入れた車両も存在した。 しばらくこの表記の車番は登場していなかったが、2018年に登場したキュート層のリバイバルカラー車で H 表記が復活している。ありがとうございます。